チャマドットです。今日は何？月曜クラブセレクションガチャーということで、やっていきたいと思います。来てます。バイエルミュンヘン。イベントもね、好き取り来てますんで、ぜひお忘れなくということで。ちょっとね、僕欲しいのはやっぱキミヒですね。パスを上げる育成を最近してるんで、それ用のキミヒを作りたいです。うん。まあまあ、孫うことなき最強選手の一角ですよ、DMF。まあ、ムシアラはね、習慣持ってますから。さすがにあれより強くないよね大丈夫だよね。20まで上がるかいけるかな。はい、マネですね、CF できるバージョン。ただ決定力とかがちょっと低いんでね、まあ、まんまウイングの能力なんですよ。でマリーシャチェイシング、ワンタッチシュートもなしと。デリフト強いです。はい。でカンセロどうなんだろう。両サイドバックできて、まあ、守備能力低いけど、パスとフィジカル系はかなり強そうですね。で、ピンクルアウトスピンキックあってインターセプト。で、ディフェンスのスキルはスライディングタックルのみですね。もう攻撃特化。サイドハーフの方がいいかもね。なんだかんだ。はい、トーマス・ミルはデコイラン。チェイシングキャプテンシー、ワンシューのスルーパス。この人もね、なんだかんだ強いって言われてて、いつだったっけな、あの、指名契約権かなんかで来たやつかな？あれずっと使ってる人いますね。一部で熱狂的なファンがいます。はい、ヤン・ゾマー、ちびっこですね。はい、ベンジャミン・パパ、パパールも強いです。これもういいよね。え、ハズレはゾマーとゾマーぐらい。マジのハズレ。俺はキミヒかな。キミヒ、パパール、パパールも、ま、もういてもいいな。もう言うてパス能力上げれないよね多分ね。パパール、キミヒぐらいかな。あとまあマネ、いやマネはないかな。マネはないか。まあデリフト、まあデリフトもない。ミュラー、ミュラー使ってみたいね。あ、まあとりあえずキミヒとパバール行きたいと思います。お願いします、準備はできている、ジョーバーパフォーラララララララ、ジョーバーパフォーラララララララ、パッ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 。どっちか一人来てくれたらいい。おー、マネ。あ、まあ、ありっちゃありだね。まあ、ネームバリュー的には、ありでしょ。強いかどうかで言ったら、まあ、そこそこ微妙な。まあ、でも、スキトレあれば、ワンチャン。マネのいいとこってある？マネの、まあ、ピンクロもなくなってんだよね。俺の習慣のマネはピンクロあるから、まあ、両足使えるのいいか。あ、結構強いんじゃない？そう考えると。あれ強くない？両足使えるんでしょ。でちびっこでしょ。デルピエロ超えるんじゃない？さすがにないか。え、ちょっと髪引きしたいから集中して、集中させて、真面目にやってね。22番はカンセロか。まあ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 、まあ、ちょっとやっぱシティから離れて、なんだかんだバイエルンで新天地、あんまり試合出れてないっていう噂も聞きますんで、単純になんかもう評価が悪いです僕の中で。リアルサッカー選手としてね、僕人の噂とか真に受けるタイプなんで、実際のことは見てないのに人の噂だけで好き嫌いを決めるタイプなんで、ああそうなんだ、最低だねっつって。ちょっとジュン・カンセロはないね。即売却したいぐらいの嫌悪感さえ感じるほどの今そういう気持ちでございます。とりあえずマジで誰、キミヒ来てくれ。ああ、ムシアラマジでいらん。ムシアラマジで、さすがに習慣超えないよね。ちょっとアプリで見ていいですか。アプリで、早いわ、もうアップデート入ってる。いやでもさすがに超えないよね。あ、でもこの人強いんですよ。まあ強い。オフェ戦あげれるね。あ、オフェ戦あげようかな。オフェ戦ムシアラ使う、作る、まあ、言うて総合値で言ったらどんぐらい。いやでも総合値じゃないのよ今パッと見。総合値であれそんな変わんなくない、ウケるみたいな感じだったけど、そういうことじゃないのよ。まあ全体的な能力、まあ、ドリブル系はほぼ一緒で、ボールキープは4高いです今回の方が。
でそれ以外の決定力が7低い、プレースキック4低い、カーブ4低い、ヘディング4低い、ディフェンスセンス7低い、8777412784低いですね。はい、まあでワンスキル系はほぼ一緒かな、ほぼ一緒ですね。ドリブルパスだけに関して言うと同じぐらいの能力あります。でスピード瞬発、瞬発は1低い、スピードは4低い、だからそんな変わらんちゃ変わらん。でオフェンス戦のおじさんにしてもいいけどね。どっちがいいんだ、バランス考えたら。まあでもこれはありっちゃありかなと思います。はい、育成していきましょうということで、まあマネね、まずはマネでしょ。この人結構ヤバくない？ヤバタニエンじゃない？ねえ、ヤバタニエンのマーボー春雨じゃない？本来ならね、マーボー春雨のところもちょっと何かしら引っ掛けていきたかったんですけどね、まだ午前中なんで、やっぱここね、もう一日の夕方ぐらいをピークに持っていきたいわけですから、ここで飛ばすわけにはいかない。ちょっと待ってね、まずスキルと足元見よう。もう能力は別にいいじゃん。でドリブル系の能力でしょ、でライジングシュート、アクロバシュートのワンタッチ、あ、ワンタッチシュートあるんだ、ワンパがないんだ。でチェイシングあると、まあこの場合チェイシングはそこまで気にしなくていいよね、あったら嬉しいスキルだから。でドリブルパスでしょこれは。で決定力どこまで上げるかよね。まずおすすめ見てみましょう。ドン、こうです。いやスピードは絶対もうこんなにはいらないよ、バカじゃないの。まあ瞬発だけ上げてもいいけど、あ、ここまで上げたらもうこんなになっちゃうんだ。オフェンス戦85にしときましょう。ただボールキープ結構低そう。聞いて、マネってなんか重いんだよね、なぜか、なぜか重いんだよ。決定力70、いや結構微妙かなこれあれ結構微妙じゃない？これからまあ一回スピード瞬発置いといて、で決定力80でしょ、低いけどね80でも。でこの能力でやるんだったらやっぱパス欲しいよね。こんなもんですわ、結構微妙かな。でボールキープ83だからね、結構微妙じゃないこれあれなんかやるかなと思ったんだけど、結構微妙おじさん爆誕じゃない。でプレセルは何、ウイングストライカー覚えろよ早く、センターフォワードの。これはさすがに微妙でしょ、だって決定力6。いやこんなにスピードいるかな、いや結構微妙な気するけどなだったらこう、いやまあまあまあもう決定力も上げてもしょうがなくない、グラウンダーバス決定力これ、いや微妙じゃない、ボールキープが低すぎるよね。ちょっとボールキープ90にするわ。いや正直これもうお笑いキャラでしょ、はっきり言って90ならないんだ、これはお笑いキャラだよね。85あればいけるかな。でこれパスおじさんでワンパないからな、なんかいいことあるかな。いやこれむずいね、スピード瞬発あって決定力76でしょ、オフェンスにあってシュートが下手なおじさんだよねこれ、ただの。いや80は欲しいな、 この育成するんだったら80は欲しいね。これただパス下手すぎない、もうなんか中途半端なロマーリオ、まあでもロマーリオより足は速いのか、ただコネコネは低いよ81だと。これでいけるんかいな、正直もうゴール見えないですこの人いやいけるかなと思ったんだけど、まあ本来だとスピード瞬発をもうちょっと下げてパスとか決定力、まあドリブルに振るっていうのが多分一番使いやすいんだろうけど、まあ、それでもね多分うちのチームの選手に勝てないんで、だったらマネ尖らせようってことでスピード瞬発にしました。結構微妙じゃないこれさあ虫やらいきましょう。オフェンス高い虫やら作ります。オフェンスが高くてOMF できるタイプ作りますんで、
でも守備いらないと。守備いらない。スピード瞬発グラパいいね。で決定力74でよ。あと何、決定力74。あでも下げるとこなくない。もうウォウォウスピード、いやスピードでも微妙だよねこれね。まあ微妙だよねこれね。ボールキープ俺大事だと思うんだよ。パスもなー、いやちょっと一旦ちょっとオフェ戦から考えますわ。85これ、うわー、いやもう足りないね全然ね。やっぱ習慣には勝てんな、習慣には勝てないねこれね。85やりすぎか。82これ、いやでもなんだかんだ俺こっちの方が強いと思うよ。うん、グラパ、まあ、決定力低いけどこれ、いやもうちょっとパス欲しいよね。これかな、俺結構これ強いと思う。オフェンス OMF バージョンのムシアラです。まあ、カンセロはいいかな。うん、まあ、そんな感じで、まあ、ちょっと調べてみましょうか。まず虫やらね、まあ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 総合値でいったら1違いますと。でまあオフェンスセンスは4上げました。でドリブル、ボールコントロール6低い、ドリブル2低い、でボールキープ1、あ1高くしちゃった。だったらそれさ削ってグランダーパスにした方が良かったかもね。グランダーパスは4ずつ低いですね。パス系で決定力は10低い、なかなかのなかなかですね。ただね、もう左の虫やらはオフェス低いから、まあ、シュート打つ場面ほぼないのよ。スピード85でしょ。で、瞬発は3プラス。で、キック力は3マイナス。まあ、まだ、いや、超微妙なことになってるね、これね。オフェス高いけど、決定力が低いわけでしょ。ワンパワンシュー、ワンパ、まあ、スキルは一緒か。ワンパワンシュー、マリーシア。いや、信じますわ。まあ、こっちの方が OMF で使う分にはいいみたいなね。まあ、グリーズマンもちょっとあれでしたけど、まあそれをキャインするっていうか。で、ダサいな。でも習慣のやつが一番かっこいい。で、まあまあまあ、まあニャブッチャンにはなりませんよ。まあまずそもそもラインブレーカーじゃないしね。パスも下手だと。スピード瞬発。何ができるんだろうな。サディオマネ、ピンクロなくなってるでしょ。なんかねすごい重いんですよこの人、まあ、フィルミノにもなれないでしょ。マジでスピード瞬発だけなんだよな。エトーラインブレーカーじゃないエトーか、いるそれその方がね、こんにちはって出てきたらいる。いや結構微妙いねこれね。こうなってくると結構微妙いけど、まあでも言うてそうね、スピード瞬発は5と3高いんでいけるかな。ドリブル、ボールキープ81か。でボールコントロール結構低いね。オフェス戦でパス一緒ぐらいか。いやこれはかなり厳しいんじゃないの。ワンパないしねいやこれ厳しいよね、正直に言ってくれよお前ら、これ厳しいよね。俺マネね持ってたはずなんだよね確か。サラ D なんだ、受ける。ラインブレーカーサラです。 CF サラ強えなサラ強えなこれ。まあデルピエロぐらいの感じでやってますよ。うちはオフェ戦はデルピエロ高いね。でボールコントロールは、5高い、あ5低い。でドリブルは3低い、ボールキープ4低い、決定力10低い、スピード瞬発はぶち抜けてますね。ボディコンは6低いと。高い最高。いやーこれ結構微妙じゃないマジで。あれもう売ってるわ俺。マネー持ってたけど。うん、重すぎーと思って多分売っちゃってんだろうな。あ違う、もうちょっと上だったっけな。いや多分売ってるな。いらねーっつって。本当に重かったからね。まあとりあえず使ってみましょうか。はい、マネ
ムシアラマネー、まあ、A ですからね、使ってみたいと思います。どうなんでしょう。次の動画でお会いしましょう。バー